と。いや、やってまいりました。ホーネットジム。ジムのオーナーさん。実は僕の幼馴染で、2歳からずっと友達で、佐々木龍馬さんです。こんにちは。よろしくお願いします。改まってますね。どういう感じにすればいいのかわからない。いや、僕もで結構久々ですよね。久々っすね。そうですね。1年ぶりぐらい。ジム自体はもう1年経ててから、経ててから1年ちょい、1年3ヶ月、1年3ヶ月、4ヶ月ぐらい、3ヶ月。いや、ハセマンもね、立てたことしてたんですけど、いや、なかなか行けずに、いや、申し訳ないです。やっと来れたという感じで、待望の、待望の、顔忘れそうでしたよ。ホーネットジムです。かっこいいですね。だから名前の由来とかって、あ、スズメバチって意味なんですよ、ホーネット。はい、そうですね。はい。っていう響きがかっこよかったからだけです。いいですね。以上です。広さ的には30平米ぐらいじゃないですか。30平米しか。はい。パーソナルでしたら十分な。まあそうですね。一人なので。まあたまに夫婦とか、はい、ご夫婦とかカップルとかご友人とかで1対2でやる時もあるんですけど、そう、まあそれでも全然別にないです。幼馴染の。まあちょっと。ね、動画上だけでは敬語で喋ってるんですけど、普段はこんな感じじゃないけど、もちろん幼馴染なんで、はい、まあちょっとすいませんね、気持ち悪い、視聴者向けにね、はい、敬語でやるんですけど、気持ち悪いですね。あ、立てた理由というか、独立しようと思ったら、そうですね。そのフィットネスクラブでアルバイトしてた時に、やっぱり何十人も何百人も、はい、ジムエリアにいるので、お客様が。はい、だから、あの人、ちょっともう少しあそこ鍛えた方がいいのになとか、あの人、ちょっと危ないなとか、あ、靴ひもほどけてるよとか、そういうの、そうだったんですよ。で、自分が勉強したこととか、ね、そういったことを一人一人に説明できないんですよね、フィットネスクラブだと、もう人が多すぎて。そうですよね。はい。で、パーソナルトレーニングだったら本当1対1で、うん、まあ時間もね30分から1時間半ぐらいこういろいろとって、はい、もうマンツーマンでご案内できるので、まあ、単純に自分が楽しい、うん、楽しいです。その効果がお客様視点からしたら効果が出るとか、ね、安心するとかもちろんそれはあるんですけど、ちょっと自分目線で申し訳ないんですけど、楽しいです。そうしててそれが、うん、ちょっとなんかこう全部自分のご案内したことが出せてる感じがやりがい感じます。おー、はい、でパーソナルジムを作ろうっていう志望動機みたいなってよく親とかにも言われます。皆さん一生懸命やってくださってる。私もその、まあ、資格とかもトレーナーの資格とかも必死に取りましたし、そこはやっぱり責任感が伴うことなんで、いただく料金も安くはないし、時間もね、貴重な時間を1時間わざわざここまで来ていただくっていうことなので、そこは私も責任感を持って一生懸命お願いさせてもらってます。いやー素晴らしいですね、本当に。ちょっと友達なのがやりづらいです。そうですね、恥ずかしいですね。はい、カメラ切った瞬間に何言ってんだお前って言われそうです。いやそんなことやらないですよ僕は。じゃあ今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張りましょう。頑張りましょう。よろしくお願いします。